おはようございます。おはようございます。本日は茨城にいます。茨城にいます。本日一箇所目の目的地は笠間稲荷神社です。また神社、また神社。この笠間稲荷神社はですね、数々日本にある稲荷神社の中でも日本三大稲荷に選ばれるすごく有名な神社なんです。そしてその周りには稲荷寿司屋さんもたくさんあるということで。ああ、なるほどね。好きだもんね。そうなの、お稲荷さん大好きなので、お稲荷さんの聖地ということで行ってみたいなと思っております。今現在茨城県城里町にいます。ビーフラインを走っています。ビーフラインって何？わかんない。ここビーフラインっていうらしい。牛がいるのかな。いるんかな。ここからだいたい20分ぐらい走ったところにあります。はい、では向かっていきましょう。向かっていきます。やってきました。やってきました。なんかもう稲荷感出てますね。ねえ、いいね。この狐はなんて言うんだろう。お稲荷さんでいいのかな。なんかちょっと調べたところ、お稲荷さんの神様っていうのは狐ではなくて、あ、そうなんだ。そう、うかのみ玉の神さんという、五穀豊穣を司る神様だそうです。この狐は何なのかっていうと、神様の使いなんだって。あ、そうなんだ、うん、このお稲荷さんの稲荷っていうのは稲がなると書いて、お稲荷さんっていうのが語源じゃないかという説もあるそうです。あ、ちっちゃい狐ちゃんもいっぱいいるわ。あ、ほんとだ、かわいい。栗？栗もいる。栗もいる。なんかちょっと雰囲気違うね、やっぱ。なんかそうかもね。ね。赤いね。なんかちょっと雅な感じがするね。ご朱印をいただきました。そしてビックリマンシールをいただきました。すごい、確かにビックリマンシールみたいだね。これあれじゃん、うかのみ玉の神様じゃん。いただきます。いただきます。本場のお稲荷さんだね。ね、アナゴからいただきます。アナゴ、おいしい。おいしい。うん、いただきます。うん、匂いが爽やか、おいしい。いろいろ具入ってんのいいね。うん、で迷っちゃうよね。いっぱいあって。このお揚げがめっちゃおいしいんだけど。うん、しみしみだ。うんうん。美味しい。暑い時にお蕎麦ですね。俺このさ、冷たいのさ、漬け汁のタイプ初めて食べるわ。うん、確かに。うま。美味しい。牛すじの味めっちゃするわ。めっちゃ牛すじね。美味しいよね。これ美味しい。今さ、なんでお稲荷さんって稲荷神社の近くにあるんだろうねって調べてたんだけどさ、うん、やっぱ狐の好きな食べ物が油揚げだからみたいな出てくるのね。そのイメージあるよ ね、 ね。でも狐って油揚げ食う？確かに。確かにさ、狐が油揚げ食べる機会って、まあ、あるかって言われたら意外となさそうだよね。誰か分かる方いたら教えてください。私ちょっと色が似てるからっていうのあるんじゃないかな。油揚げを食べて油揚げ色になったんじゃないかな。ごちそうさまでした。笠間稲荷神社さん、そして木村屋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いての目的地は石切山脈に向かいたいと思います。はい。すぐ近くだね。そうだね、ここから車で10分ぐらい走ったところにあります。日本最大級の石切場があるということで、行ってみたいと思います。すごい、あっちもこっちも石材店だね。本当だね。なんかまだ距離があるように見える。その手前がそうなのかな。そうなんじゃない。あ、なるほど。あ、そこだそこだ。あ、駐車場です。こちら到着しました。到着しました。暑い暑い。この湖はさ、地図にない湖って書いてあったよ、うん、すごいね。もう石がさ、白いね。なんか眩しいもんね。眩しいくらい白いね。まず一般入場券300円を払うと、はい、ここに入れます。石のなんかもう芸術祭みたいになってるね。ね、オブジェがいっぱい。うん、すごいな。うわ、見て見て。え、わ、すごい。なんか古代遺跡みたいだね。ね、石を切ってた跡なんだよね、きっと。うん。へえ、すごい。で、ここの
採石場は未だに使われてる現役の採石場なの。あ、そうなんだ。そう、だから周りに石材店がいっぱいいるんだ。この池はさ、なんで地図にない池なんだろうね。ねえ、なんでなんだろう。どうやって切るんだろうな。なんかイメージさ、カンカンカンわかんない、全然わかんない。どうやって切るんだろう ね、 ね。今第二展示場という方にやってきたんですけど、はい、なんかあの石切り場を見るところなのかなと思ったら、うん、作品がいっぱいこれはなんだ穴が開いた石。これはさ、あれだよ、しょ、姉ゆきのさ、最初にちっちゃい時にアナとエルサが遊んでてさ、待った待ったって言って、アナがここでさ、魔法バーンって受けるところ氷でできてるわけねこれなんか可愛いんじゃない。ちょっと天使の羽みたいなついてる、ほうほうほう、謎の草みたいなね。なるほどね、確かに。これはちょっとこっちから見て。あ、これ俺分かっちゃった。何？あ、すいません、右、あ、左、あ、右あるよね、そういう時私が考えてきたことは恥ずかしくて皆さんには言えないです。あ、そう。おばあちゃんがバンジーとかした時の中身そういうことそれは言わない方がいい。近づいてこれたわ、だいぶ。あ、本当だ。あ、すごいすごい。おー、あ、すごいね。すごい、近い。近いわ。え、湖の中にさ、石が沈んでる。本当じゃん。うわー、ゾクゾクする。海底遺跡あるよ、下に。うわー、すごい。すごい。かっこいい。かっこいいね。興奮するぜ。だがですね、はい、実は、はい、プレミアムツアーというのがありまして、はい、この後それに参加予定なんです。もっと近くまで行けるということで、プレミアムツアーです。はい、車で案内してくれるんだね。ね、さっきの湖の上にやってきたんだね。湖面から40メートルぐらい上って言ってたよね。おーおー、うわー、なんか涼しい。涼しいね涼しい感じがする。はい、これ地図にない湖って聞いたんですけど、なんでこんな立派な湖地図にないんですか？厳密に言うと、湖なんか大きな水溜まりという扱いになりますので、はい、国土地理院の地図とかを見ていただくとですね、あの水の溜まっていない地形として記載されているんですね。へえ。なので弊社では地図にない湖としてご紹介しています。へえ。これはどっかから引いてきて溜めたんですか？そうですね、これは湧き水が出ています。あ、湧き水。そうなんだ。左奥の方の茶色い岩盤のところから湧き水が出ています。へえ。で、現時点で水深45メートルくらい溜まっています。45メートルもあるんですか？あ、じゃあ意図的にじゃ勝手に溜まったんですか？勝手に溜まっています、うん、で、湧き水の量がかなり多くて、今はもう年間 3,4 メートルくらいのペースでどんどん水位が上がってきてる。え、放っておくと最終的には水が溢れてしまうということで、踏み出してあの冷却水として採用しているという形になります。130年以上も採石してるんだって。すごいね。すごいね。めっちゃ掘ったね。これはもともと山だったらしいよ。すごいとこに来たよ。今現役で採石している現場。現場です。すごいね。これはかっこいいわ。なんかさっきから切ってある石に溝があるなって思う。あそこもあるんですけど、あれは何ですか？石割りをした跡です。やっぱ割るんですね。はい、割ります。じゃあカンカンカンして割るんだね。そうするとパカって割れるってことですか？そういう感じですね。わー、見てみたいね、その瞬間。平らな部分はワイヤーソーという道具を使って掘った部分でして、でワイヤーソーの現物こちらにございます。これワイヤーソー。ちなみにここの面がですね、あのバイアスを使ってきた断面なので、あのぜひ触ってみてください。ここからここまでつながってたらしいですよ、うん、すごいね。だから今うちらが立ってるところも山の中だったと。いっぱい掘ったんだね。いっぱい掘ったね。仮面ライダーの撮影とかやりそうだよ、ね、ありそう。そうですね、ちょうど今見えてるあの高台のところが仮面ライダーとかですね、あと戦隊ものばっかしんで。やっぱりやるんだやりたくなるよね、確かに。うわー、すごいな。はい、石切山脈さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大興奮ね。え、稲田ストーンすごかったね。ね、持って帰ってきました本当に持って帰ってきたちょっと持って帰ってきました。
でもっと大きい塊持って帰ってきてる方もいたんですけど、ちょっとマシューちゃんの中で保護できる自信がなかったのでちっちゃいのにしました。でもね、今回のツアーも1人1000円だったんですけど、すごく安いなと思ったよね。ねえ、あんだけ見せてもらって1000円、もうね、何質問しても答えてくださって、まあ楽しかったよね。多分俺仕切りできるもんな。仕切りはできない。さて、続いては本日最後の目的地、ある意味メイン、ガマランドです。ガマランド廃墟なんでしょう。そう、大丈夫なんですか、そんな廃墟とか行って。ね、普通廃墟って入れないじゃない、はい、最近廃墟ツアーとかも流行ってるけど、じゃなくて普通に見て回れる廃墟という噂です。ちょっととっても気になるので行ってみたいと思います、ね、気になるわ。ガマランドまではここから車で約40分ぐらいですね。走っていきます。頑張っていきましょう。お願いします。はい、やってまいりました。なんだか謎な場所にやってきましたね。え、なんだろうね、ここは謎すぎるスペース。入っていいの？入っていいらしいよ。一応ですね、ここのガマランドと言われてる場所はもう閉園してます。なので、まあ言っちゃえば廃墟ですね。ただここの廃墟は入ってもいいよということで、珍しく入れる廃墟なんです。行ってみますか。見てこれ、握り石、石を撫でると幸せになれるっていう。山中より出土。いや絶対削ったろ。本当？絶対削ったろこれは。いや出土したのよ。出土したんだ。出土したのよ。なんかガマの油売ってたよさっき。あ、本当？本当だ、ガマの油って本当にあるの？ガマの油販売してるんだからあるんでしょうね。ガマの油ください。見て、ガマ洞窟入り口。入り口だが閉じている。なんかいっぱいお正月飾りみたいな、指名飾りみたいなのあるけど、ここに入れたってことだよね昔は。なんかちょっと怖いですね。行ってみようか上。行ってみようか。下はお土産屋さん、上は食堂喫茶店って書いてあるね。はあ、なんかロッカーみたいのあるね。あ、本当だね。へえ、カウンターみたいのがあるね。廃墟に怪しい人いました。ガマからくり迷路。ガマ洞窟やりたかったなちょっと。こういうとこ入るの初めてだな。ここがレストラン入り口だったのかな。レストランもう閉まっとるの。ねえ、閉まってるね。わあ、なんか遊園地みたいな、ちょっとした。わあ。ちょっとこっちの上のから登ってみようか。昔のおもちゃたちが。これ何？これ初めて見た。ロボットになれるってこと？ああ、そういうことかな。ちょっと楽しそう。これも動いてたのかな。これは滑り台だよ、水木さん。あ、本当だ、こっち側が滑り台になってるんだ。なるほどね。さっき下から見たら SL 乗り場って書いてあったけど、 SL はどこだから。 SL はどこからどこに向かっていったんだろうか。あら、ロープウェイが。あれは稼働してますね。どこに行くんだろう。展望台かな。さらに上に行けるってことなんか。ね、ガマの背中が見える。あ、本当だ。ガマの上にオカピみたいなの。ねえ、何あれ、ガマの中に何か入ってんですけど。何か入ってる。謎がいっぱいだな。コンセプトがわからないもんね。いや、コンセプトはガマでしょ。まあそうなんでしょうけど、でもこれ宇宙だよ。どう、行けそう。ここは、まあ、行けなくはないけど、あっち側から行った方が。そうだよね、きっと。うん、かつてはここに子供たちがいっぱい遊びに来てたのかな、ガマランドに。ガマの油はどこで売ってる。ガマの油って何なの。どんな傷でも立ちどころに治るんでしょう。大人も乗れますって書いてあるよ。乗っていいの。これも何が乗れたのか分かんない。これかな、こっから何か。滑り台だったのかな。何だろう、何が乗れたんだろう。ねえ、ねえ、何かに乗れたらしい。あ、見て、滑り台あるよ。本当だ、滑り台に行こうと思って。オカピがよく見えます。何が乗ってんだろうね、ガマの上に。オカピだよ。そして景色綺麗。ねえ、ちょっとガスってるけど。これがしかも無料だったらしい。へえ。無料ジャンボ滑り台。今滑ったらお尻はもう血だらけの系だね。血だらけ。ガマ大明神様が。あ、ガマ大明神様は割と人気だわ。ねえ。これがガマ大明神様です。すごい。あ、向こうから登ってこう来るんだね。ねえ。こっからの遊歩道は？登山道へ続いてますってなってるよ。へえ、ここ行く人もいるのかな。ねえ、登山する人もいるってことかな。すごいね、ここの場所に入れるっていうのがでも不思議だね。ねえ、閉園されたら普通封鎖されちゃうのね。うん、結構車止まってるよね。ねえ、みんな多分あのロープウェイが目当てで来てるぞ。最初来た時、そんなガマランドって有名なんだと思ったけど。ねえ、ガマランド入ってるのうちらだけだ。
お土産を選んでたはずがアイスを買ってきました水木さんがなんかロープウェイ乗り場のとこにお土産売り場あって、うん、そこを物色してたら水木さんがいつの間にかアイスを買ってましたなんかさ友人大吊り橋のところで買った茨城産クインシーメロンのソフトクリームがすごい美味しくてさ全く同じものがありましためっちゃ美味しいこのシャーベットみたいな感じがね最高夏にはいいねねえガマランドでしたガマランドでしたすごかったね面白かったね ねえいや見たことないああいうところなんか今時さ廃墟ってすごい好きな人が多くて結構流行ってるよねでも入れないよね普通入れないなんか有名な廃墟あったら教えてください教えてください結構好きです行ってみたいよね病院とか病院は怖い続いては道の駅下妻に行きたいと思います。あ、はい、間に合うか分かんないですけど下妻といえば私の中でも下妻物語という映画が昔大好きで派手な格好の女の子出てくるやつだねそうそうあの深田恭子さんと土屋アンナさんが出てるんですけど その映画が大好きだったので下妻と聞いてある意味ちょっと聖地ですね私の中ではなるほどね、はい、水木さん的には今から筑波山を感じながら降りていかないといけないらしいそうなぜならですね一応目的としてはガマランドに行きたくて来たんですよただここが一応筑波山の入り口というかねあの山登りする人が多くいらっしゃる場所なのでこうお土産いっぱい売ってたんですねでこの筑波山のピンバッジがすごい可愛くてさも登ったかのようなピンバッジを買いました買ったからには行ったと後々このピンバッジを見た時に実感したいと筑波山を実感しながらねああ行ったなと思えるように下っていきたいと思いますこれが筑波山を下っている様子ですガマの油で滑らないように気をつけてくださいさっきガマの油売ってたんだよね水木本物のガマの油だと思って買おうとしてました本物だと思ってガマの油って筑波山有名なんでしょ江戸時代にこの筑波山から売りてきたガマの油売りが工場を述べながらガマの油を売ってたって聞いて小平くんが最近ちょっと肌がねあのまあ荒れ気味なのであこれ塗ったら治るじゃないって言ったら小平くんがガマの油なわけないじゃんと横から冷めた声で言い放たれましてえでも私ガマの油ちょっと気になるなって言って、うん、結構真剣な顔でそれを見ててくれた900円ぐらいだったんだよねなんか買おうと思ったら止められてちゃんと成分横にしっかり書いてあったし成分はでもワセリンとか別にいいものだったけどいやいいものですガマの油じゃないんだあの中はそうですよガマの油一滴も入ってません悲しいやってきましたはい道の駅下妻ですあと20分ぐらいで閉まりますはい機材で見て回ろう納豆工場併設してるらしいよこの道の駅あそうなのすごいねへえ鶏が初めて産んだ卵へえへえそんなのあるのすごいねへえもう芋商品が芋だね出川さんの実家の佃煮屋さんそうなの水戸ちゃんがカップ酒にねその横のさこれすごい気になるんだけどあんこうちゃんあんこうちゃんあんちゃんこうちゃんあんちゃんこうちゃんなるほどねまああんこも有名ですからしかしこうちゃんのキャラクターデザインがちょっと私としてはいいじゃんお酒なんだねえ花びらが入ってるのよあーなるほどね、すごい、これは綺麗だわ綺麗八百屋さんのポテトチップス美味しそうだねニラ醤油って初めて見たのやるごはーんやるごはーん本日はですね、まあ、茨城らしいものを食べたいと思っておりますはい、では準備ランチョンマット今日はお鍋はい本日のご飯。ご飯。まずはメインディッシュ。日立牛筋煮込み。そっちがメインディッシュなんだ。違うの。私の中ではこっちがメインでした。茨城といえば納豆。なんか良さそうな納豆。ねえ、この藁の納豆やっぱり憧れがあるでしょ。スーパーで買っただし巻き卵です。だし巻き卵。あとはサラダを食べます。まず湯煎か。まずはね、今日ちょっといろいろ食器を使わさるので。使わさる。まずサラダを先に食べちゃうね。いただきます。いただきます。サラダはこんな感じの。超バイバイサラダですめっちゃ山盛りだね今日こうちゃん昨日給料日動画で買ったね高級固形ドレッシングをこちらですね道の駅大吾さんで買ったクレソンとくるみ入りのパウダードレッシングです美味しいです、うん、だめっちゃコスパ悪いすぐなくなっちゃうねだってまだ使うの2回目なのにもうあと1回ないかなぐらいだもんねでも私たちサラダが多い説もあるよねまあ湯煎していくえお湯少なくないって思ったそこのあなたミネラルウォーターなんですよ節約ですこの時期お水がすぐ腐っちゃうこの時期水がすぐ腐っちゃうから、うん、水タンクにもう水入れてないんですよねなのでミネラルウォーターで湯煎するという超贅沢使い袋にする袋の方が絶対こいつは守れると思うよ食べづらいとしても牛筋をどうやって皿に入れるかを今検討しています牛筋が温まりました
やっぱね、もう水道をね、自由に使えないっていうのはね、なかなか大変なんですよ、皆さん。てかね、あの水道別に洗い物するのはいいんですけど、油物流したくないんですよ。それもある。そう、なんか普通に、洗い物がどうしても出ちゃうっていうんだったらしょうがないけど、でもこんな動物性の油を流してしまったら、ホースがギトギトになるよね、多分。それはさすがにね、もう洗うの大変すぎるので。そっから匂いが発生したりするんですよね。そうだね。なので、必死に洗い物が出ないようにしております。なんと、これは賢い。袋を入れるというね。全然映えないね。そらそうでしょ。みんなマジでどうしてんだ、あれ。おーし。上手。はい、美味しそうですね。だいぶなんか。いやいやいや、何言ってんですか。やめてください、そうやって言うの。なぜか袋に入れるとちょっとね、変わって見えるという不思議はありますね。中泊の理想と現実っていう動画撮りたいもんね。サラダもベジファーストでいただきました。はい。うわうまそう、これ見て。トゥルトゥルだね。絶対美味しいじゃん。いただきます。おいしい。めっちゃおいしい。今日昼も夜も牛すじだ。本当だね。これはうまいですね。めっちゃおいしい。牛すじなんてただでさえおいしいのに、やっぱいいお肉の牛すじってもう焦点しますね。本当にトロトロだね。まさに飛ぶぞだわ。これめっちゃおいしい。うまい。生姜も効いててね。うん。あとだし巻きも。イオンのだし巻きうま。下妻にはイオンがあるんですね。ね、大きいイオンやった。うん。シネマが入ってましたよ、イオンに。都会だね。ね。うん。そしてイオンのだし巻きうま。飛ぶ？飛びはしない。早く走れそう。もうちょっとでレッドブルだね、じゃあ。そうだね、レッドブルより美味しいよ。これが抜群にうまいぜ。これは飛ぶぞ。翼を授けるだね。道の駅下妻では常陸牛の牛すじを買いましょう。うん。めっちゃうまい。さて納豆ちゃん行こうか。あ、現代、現代でした。本来はどうなってるんだろう。わかんない。このまま入ってんじゃないの。寝ちゃーって。え、どこで混ぜるの。ちょっと、ま、混ぜるのこれも。このまま器で混ぜるのかな、うん、あー、器を使って混ぜないといけないんだ。あー、それうちらにはハードゲームだったね。うん。あ、これでいいじゃん。なるほど。へえ。あ、車内で納豆って大変なことに気がついたわ。そうだよね。ね。見てください。あ、糸か。あ、ちょっと開けちゃったんですけど、私が選んだ納豆はシトギです。これ結構いろんなところで売ってるよね。売ってる。スーパーとかでも売ってるんですよ。そう、道の駅でもスーパーでも売ってます。ちなみに中はこんな感じで、もうパッケージがちょっと高級そう。きっとこれは高級納豆ね。高級納豆。フリーズドライの葉っぱ入っている。九条ネギなのね、これが。ね、九条ネギの粉末が入ってます。あ、しまった。え、茨城県民にバカにされる。混ぜる前にタレかけちゃった。そうなの。混ぜてからなんだ。そうすると粘りが良くなるらしいよ。へえ。もう今納豆を見るとさ、うん、俺の中には納豆カツしか浮かんできません。あー、美味しかったもんね。前々回の動画見てない方はもうぜひ見てください。はい、納豆。美味しそう。納豆。でも茨城の納豆は小粒って書いてあったよね。確かに小粒納豆だ。うん、小粒だね、確かに。うん、確かにうまい。本当？腕が痛い。めっちゃ混ぜるやん。納豆にね、コーンを入れて、うん、ここにマヨネーズを混ぜて食べるとめっちゃ美味しい。どこで覚えたのそれ。保育園のおやつで出てたんだよ。おやつで？働いてた保育園でおやつとして提供されてたことある。おやつじゃないかな、給食で出てたかも。給食だな多分。すごい、美味しそう。ただご飯のおかずじゃなくなっちゃうんだよね、なんか。あ、そうなんだ。何になるの。そういう美味しいものになる。あ、美味しいよ納豆。美味しい。違う？うん、ネギ香りますわ。あら、いいですね、うん、やっぱ納豆って美味しいね。でも俺茨城に来てさ、うん、納豆料理の可能性に目覚めているよ。もっと美味しく食べれるんじゃないかって。皆さん好きな納豆料理ありますか。人類はまだ納豆の本気にたどり着いていないはずだ。私結構納豆パスタとか好きですけど、でも麺と絡めるのが下手くそすぎて食べづらい。それはある。なんか今度納豆料理開発しようかな。納豆ポテチ焼き作ろうかな。納豆とポテチを卵と混ぜて焼きます。美味しそう。もう美味しそうだな。オムレツ的な。卵はつなぎです。ハンバーグ的な。想像できてないかも。俺も機嫌ついてる。東京で外国人に向けて納豆専門店をやったらどうだろうかと、あえて。おお。Can you eat 納豆みたいなでっかい看板作って。苦手な人もいるだろうね。でも食べやすくする料理を開発するのよ。ああ、なるほどね。そしたら怖いもの満たされ的なさ、うん、需要で、でも美味しいってなればいろんな人来るんじゃないかなって。この牛すじの汁とかもったいない派。ご飯チンする？ギルティ。一緒に食べる？しょうがないな、君がそんなに食べたいんだろうね。私がやりたいわけじゃないですよ。そうですか。太っちゃってますから、私だって。太っちゃってるよ ね。ちなみに私は最近2キロぐらい痩せてました。すごくない？夜の間食をなくしただけであっという間に2キロ減りました。どんだけ食べてんだって感じだよね。でもやっぱ体的にはそうなんだろうね、きっと。やっぱ吸収悪くなってんだろうね、うん。どういうこと？いやだって膵臓3分の2ないじゃない、あなた。十二指腸もないじゃない。うん。
なんかやっぱ吸収は良くなくなってんじゃない。つまり太りづらい体質とも呼べるし、だから通常のご飯だけ食べてると痩せちゃう体なのかもしれないよね。そうなの、分かんないけど。はぁはぁって言ってるけど、あなたこれからギルティ飯がやってきますから。そうなの、俺チーズを入れようかなって考えているんですけど。チーズはやめな、チーズはやめな。ギルティーこれはやばいでしょ。これはやばい。これさ、本当はさ、うん、汁をこっちに入れたいところだよね。でも無理だな。だね、いや、かければいいのか、うん。スプーンでかければいいのか。背脂を入れてあげましょうね。これはさ、これはギルティー。これはお叱りの声あると思いますね。これはダメだ、もうこんな子。ダメですよ。こんなもん食べてたらダメだ。はい、仕上がれ。はい、ギルティー。美味しい？はっはっは。うん、美味しい。体に悪いもんはうまいよ。すごいね、牛のお出汁が。常陸牛余すとこなく。罪を犯した。私たちは今日罪を犯しました。さらに罪を重ねている人がいる。こうちゃんね、目離すとすぐラーメンの汁とか飲み干しちゃうタイプだから。本当にね、ねえ、終わりません食事が。これはうまいぞ。モザイクでも今もモザイクかけてここにモザイク。これはね。よかったね。早くあれを入れてくれ。これでやっちゃってくれ。吸水ポリマーを入れます。私のギルティが吸収されていく。これ以上私の旦那様が罪を重ねないようにね、吸水ポリマーをかけてやりましたよ。さあ片付けるか。ね、うまかったな今日のご飯は。美味しかったね。あ、車内が納豆臭いぞ。あ、本当。足の裏みたいな匂いする。最悪。我が一応芳香剤とか置いてあるんで、まあいい匂いだろうと思ってますけども。普段そんな悪い匂いしないんですけど、今日は足の裏の匂いする。そう、夏の車中泊、田舎に行くと辛いことね、うん、たまに窓開けてるとめっちゃ匂うとこある。そうね、なんか私も北海道生まれなので、牛さんの匂いってすごい嗅ぎ慣れてて、別になんか観光で行く分には、あ、牛の匂いだ、わーい、美味しそうな匂いぐらいな感じだったんですけど、やっぱりなんか普通に寝泊まりするところとか、ご飯中に、ね、牛さんの匂いが匂ってくると、あ、ちょっとさすがにってなるよね。あの匂い、美味しそうな匂いって思っても狂気だけどね。なんかさ、うん、ふと思うんだけどさ、うん、牛の牧場って見るけど豚の牧場って見ないよね。あんま見ないよね、うん、養豚場もいっぱいあるんだろうけどさ、うん、あんま目につくとこないよね。なんでだろう、どこにいるの豚は。豚ってすごい筋肉質って言うよね。そら嘘だろ、あんなブヨブヨして。ブヨブヨして硬いらしいよ、だって。本当に、うん、どこの詐欺師に騙されたんだい。田んぼの近く走ってると詐欺だらけだよね。そうすると水木が君たちはどう生きるかって言ってくる。問いかけてくる。アオサギを見るともうあのジブリのポスターが出てきちゃってね、ドライブ中急に重い問いかけしてくる。そうだよ。皆さんはどう生きますか。でもどう生きるか私たちは結構さ、まあ、考える機会もあったじゃない。そうだね、もう答えは出てるよね。どう生きますか。私は楽しく生きる。あ、ちょっとなんかあんまり何も考えてなさそう。水木はどう生きる。あなたの言葉の方がほら重いよ。私は気楽に生きる。二人ともバカそうだった。気楽っていい言葉だよね。気が楽だからね。なんか気楽と言いつつさ、本当に気楽にばっかり生きていられないじゃん。そりゃそうだよ。いろんな楽しくないこと、辛いこともやらないといけない、生きるなら。うん。で、それを分かった上で気楽に生きようとするっていうのはなんかいいと思う。私はそれ命を救うんじゃないかなって思うよ。自分の精神の置き所をどこに置くかってとこだよね、うん、楽しかったり気楽だったりの方に重点を置くのか。そう、どっちの時間もあるんだけど、どっちにフォーカスしてるか、自分のこの目線というか、ね、心のピントがどっちに合ってるかだと思うんだよね。ちょっと一言言いたい、はい、今日虫入りすぎ。いや本当にね、今日多いね。今日侵入を許しすぎ。多分周りに田畑が多いんだよね。こんなに侵入を許したら韓国感は落ちるぞ。最近キングダム見てます、すいません。準備します。はい。もう片付いてるけど、さっきまでねものすごい水木さんのお菓子パーティーが開催されていました。お誕生日会みたいだったよね。誕生日会ぐらいのお菓子が広げられていたよ。うわー、うんこ臭い。うんこした今。私ちょっとしても愛してくれる。それは構わんけど、ちゃんと申告してしました。したんかい。外の匂いだと思ったら君の匂いだったんかい。だけどさ、うん、これはあなたの匂いじゃないわけでしょ本当は。違う。だからそこを嗅ぎ分けられる方が愛じゃない。なるほどね。違う。なるほどなのか。生太郎もお手上げだよ。ね。釣り際に内臓抜かれる。いつも内臓抜くつもりで生太郎使ってる。そうだよ。おへそから内臓出てると、おへそから出てる内臓引きずり出される感じある。俺生太郎じゃないからわかんないけど、それが彼の負った業ということなの。生太郎ファンに怒られるよ。彼
ファンいますから。浜太郎誘われることはあっても嫌われることはないのずるいよね。そうだね、炎上したとしても一人知らんかもんね。ネットニュースにはなったことないだろうな。